もう片一方で止めた方がちょっとセクシー路線。はい。こんにちは。こんにちは。渡辺です。最近顔の調子が悪い美咲です。はい。はい。まだまだ梅雨ということで、はい、顔の調子が悪いです。はい。美咲の部屋始めます。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。ということで今日は。今日は、うん、毛量が多い方向けの、うん、このバレッタネジですね。バレッタだけで頑張って止めようとしちゃうと、うん、この時間が経ってくると浮いてきちゃったりとか、うんうん、こう前の方にこう乗っかってきちゃって耳がちょっと痛くなってきちゃう。なるほどね、バランスが悪かったりとか、はい、ちょっと崩れやすいってことやんな、はい、はいはい、それを、うん、今日は改善できる方法を教えていきたいと思います。それでは動画スタート、よろしくお願いします。はい、まずバレッタだけで止めた場合こんな感じでちょっとこう本当にこうやってちょっと揺らすだけでも崩れてきちゃったり、あとは毛量のせいでこう膨らんできてバランスがすごく悪く見えちゃいます。なのでこの私の方法を使うと改善できちゃいます。まずサイドの髪の毛を耳後ろの部分で分け取っていきます。次に斜めに2つに分けます。大体同じ量になるように分けます。前の髪の毛を後ろに巻きつけるように後ろに引っ張りながらロープ状に編んでいきます。後ろの髪の毛の上の部分を少し避けながらロープ状に編んだ髪の毛を置いていきます。ここでピンを差し込んでいきます。短い方をロープの方に、長い方を頭皮に当たるように垂直に差し込んでいきます。そしてピンを倒してこっち側に差し込んでいきます。これで手を離すとしっかりと止まってます。最後にバレッタをつけていきます。私のはダイソーで見つけました。これを耳後ろあたりに止めていきます。根元の付近にしっかりとつけてこのまま押し込みます。ピンよりもちょっと下ですね。ピンにはかぶせないようにちょっと下くらいで止めていきます。これで頭を振ったりしてもしっかり止まってれば完成です。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございます。ということで今日のポイントは、はい、ポイントは、うん、まずしっかりねじる、うん、とあとピンの刺し方ですね。お垂直に立てて倒して押し込む。だからねじってきた、そうやな、ねじってきた方向に向かって差し込むって感じですね。そこめっちゃ重要でして、ほんま。そういうことですね。いや、ピンもだから、なんだ、短い方を、ロープでねじった方にちょこっと取って、で、根元の方に長い方をつけて、で、差し込む。これ結構基本的な、ね、ピンの差し方なので。あのピンの刺し方、もしあれば概要欄ちょっとなんか貼っておきます、はいはい、でピンで、はい、刺すのが苦手な方は、そちらをちょっとご覧ください。あとなんかある、あれ両方言ってるよ、そうで片一歩だけでもおしゃれだけど、はい、今暑いじゃないですか。そうですね。でちょっとやっぱハーフアップっぽく見せたい方もいらっしゃるかなと思って、はい、で両方言ってもね、ちょっと今日はざっくりなんですけど、うん、まあ、こういう風にしっかりこうちゃんと止めると顔もスッキリするし、うん、この辺もちょっとハーフアップっぽく可愛くなるかなと思います。僕も同じこと言ってるな。まあでもね、あの暑い季節なんで片一歩で止めても片一歩で止めた方がちょっとセクシー路線、はい、で両方止めたらスッキリ爽やか路線合ってるのかな、はい、言い方ちょっとあれかもしれないですけど、あの、まあ、暑い季節なんでね、ちょっと両方止めてもおしゃれに見えるかなと思いますので、顔を出してもいいよっていう方でもマスクもありますし、ね、そうなんだ。なので、はい、あの皆さんよかったらマスクのね、つけ方もね、皆さんちょっとやってるからね、はい、あのそれも概要欄でちょっと一応頑張って貼ってきます。はい、はい、覚えてたらお願いします。はい、ということでこんな感じで、ね、今日はボブヘア向けの髪の毛が量の多い方向けのハーフアップアレンジじゃないかな、サイドアレンジ、サイドアレンジかな、はい、を紹介させてもらいましたので、よかったら参考にしてみてください。お願いします。で、あのまたね、こういう動画作ってくれとか、でボブやっぱり人気だから、そうですね、はい、だからやっぱそういうコメント欄にいっぱい書いていただければ、皆さん一生懸命頑張ってやりますので、はい、よかったら、コメントをいっぱいください。お願いします。はい、この動画が良かったら
グッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。